アンジェリークは1994年9月23日に公営から発売された女性向け恋愛シミュレーションゲーム及び作中のヒロイン名女性向け恋愛シミュレーションゲーム史上を開拓した作品でアンジェリークシリーズ第一作女王候補に選ばれた主人公アンジェリークリモ王ュがライバルのロザリアと直女王の座を争うという設定大陸を育成して 女王試験に合格することが本来の目的だが、その過程で恋愛を進めていくことができる。恋愛を最終段階まで達成した場合は、恋愛エンディングとなり、女王の座を放棄することになる。他にも、複数のエンディングが存在する。続編、アンジェリークスペシャル2では、アンジェリークリモ王女とロザリアがそれぞれ女王、女王補佐官として登場し、主人公はアンジェリークコレットに交代する。 シリーズを通して、アンジェリークという名のキャラクターは3名存在する。そのため、本作の主人公はリモージュ、または、髪の色から金案と呼ばれることがある。アンジェリーク1994年9月23日、発売、スーパーファミコン用ソフト。公営より発売、アンジェリークスペシャル1995年12月22日、発売、PCFX 用ソフト。 上記スーパーファミコン版に声優によるセリフ、音楽等を追加して移植したソフト。ゲーム内容は同じ。NEC ホームエレクトロニクスより発売。セガサターン、プレイステーション、ウィンドウズ95版は1996年3月29日、公営より発売。さらに2013年1月29日に、マイガモシティ、クラシックゲーム館より、有料ブラウザーゲーム版として公開。 九人の守護星の力を借りて、惑星を育成し、ライバルのロゼリアと競いながら、宇宙を治める新しい女王を目指すことが目的。ゲームの後半では、守護星との恋愛イベントが発生する。女王の座を諦めて守護星と愛に走るかを決めることが、アンジェリークボイスファンタジー1996年3月29日、発売、スーパーファミコン用ソフト、付属の CD をデッキにかけ、 リモコン制御することでゲームに音声を付加したソフト。ゲーム内容はスーパーファミコン版と同じ。公営より発売。アンジェリークデュエット1998年7月30日発売。セガサターンプレイステーション用ソフト。ゲーム内容はアンジェリークスペシャルと同じだが主人公としてアンジェリークとそのライバルキャラロザリアの二人のうちから好きな方を選べる。 守護生徒の夜デート、女王候補同士の友情イベントなど全体に、イベントが強化されている。公営より発売、アンジェリック2002年3月21日発売、ゲームボーイアドバンス用ソフト。ゲーム内容は、スーパーファミコン版と同じだが、音声付け、公営より発売、モバイル、アンジェリック2004年10月18日発売、携帯電話用アプリ、ゲームをクリアすると、 守護生との思い出を絵本形式で閲覧できる思い出の書というアプリがダウンロード可能。閲覧できる思い出は守護生エンディングと女王エンディングの全10種類。さらに各エンディングを迎えた時のプレイ内容によって表示される内容も変化する。公営より発売。アンジェリークデュエット2006年4月6日発売。任天堂 d DS 用ソフト。ゲーム内容はセガサターン。 プレイステーション版のアンジェリークデュエットと同じだが、音声なし、公営より発売、アンジェリークルトゥール2015年12月17日、発売、プレイステーションビータ、プレイステーションポータブル用ソフト、公営テクモゲームスより発売、スーパーファミコン版のリメイク、アンジェリークルミナライズ2021年発売予定、ニンテンドースイッチ用ソフト、主人公、 アンジェリークはスモルニー女学院に通うごく普通の女子高生。しかしある日突然、この宇宙を司る女王の後継者候補として選出されてしまう。同じく女王候補として選ばれたロザリアと共に女王試験として大陸を育成する課題を与えられたアンジェリークは女王を支える守護生と呼ばれる9人の男性の力を借りることになる。女王を目指しながらも、 魅力的な守護将たちに揺れる乙女心の行方は、詳細は、アンジェリークシリーズの登場人物を参照女王に使え、宇宙を構成する九つの力、サクリアを司る存在。闇の守護星クラビスについては三名の声優が演じているが突起のない限り、本記事では、塩沢兼人とする。詳細は、アンジェリークシリーズの登場人物声優についてを参照スタッフドラマ。 編集ドラマ、編集ボーカル、音楽集、編集漫画、編集小説、編集、ありがとうございます。